アリコ、拙者は何をしたのじゃ。どうか許しておくれ。ご自分を責めることなどございませぬ。あなた様は静寂をお持ちくださいました。私はそれまではおののくことしかできずにおりました。私は黄泉の者となり申した。しかと受け入れたのです。拙者は遅すぎたのじゃ。そなたをあのような鬼の手にかけさせてしまおうとは。されど拙者もここにおる。そなたのそばで静寂と共に。私もそうしていたく存じます。されど叶いませぬ。今しばし、あの人殺しは今も生きております。カゲロウを止めなければさらなる命が奪われることでしょう。黄泉の深みがあなた様を呼んでおられます。そこで斧が道をお選びくだされ。何も決することはない。拙者はそなたのそばにおる。今はここではできませぬ。より深き闇へ下り、待ち受ける者と向かい合わねばなりませぬ。それでそなたを取り戻せるなら、どのような闇でも立ち向かおうぞ。後ほどお会いいたしましょう。さように。されどあなた様のお心は別の地に導くやもしれませぬ。そなたにもう一度会うことは叶うか。一度だけ、もしくは永遠に。ここが黄泉か。死者の地、闇の世。何か道があるに違いない。はっ。この妙な印、動くようだ。何か刻まれておるようじゃ。
Thank you.
難儀あらば昨日を今日の日といたせ。どこへ行く小僧？己の顔は覚えておる。賊よ、拙者が最初に斬ったものだ。これで拙者をおののかせたつもりならば、そうではないと知れ。何故拙者は上川村へ向かったのだ。何故愛子のそばにとどまらなかったのだ。固く誓いを立てておきながら。はっ。貴様はひどきであるな。拙者を存じておるのか、精霊よ。貴様がしてきたことは我らすべて心得ておる。拙者は図られたのじゃ。見通す術などなかった。そう己に言い聞かせるのか。多くの魂があまりにも早く流されてきた。貴様のせいでな。貴様はいかにしてこれを償うつもりか。償いの術などない、それは承知しておる。されど再び愛子の元へ戻らねばならん。一人にはしておけ。あの女は苦しむ。貴様のじゃ。ならば参れ。お主の技を見せてみよ。遅い、遅すぎる。
遅すぎる。死した者を斬ることができるのか。いずこへ参るのか。黄泉に舞い戻るのでなくば。まやかしを見せ、物が目に頼ってはならぬ。我らの終わりなどない、ものの不要。切らねばならぬものをすべて切るだけのこと。手を貸すのじゃ。やったわ。あの印じゃ、時とは揺られる足なり。
拙者がとどまり皆を守っておれば、はっ、核のごときことにはならずに済んだものを。愛子がこのすさんだ地に来ることもなかった。これ以上いかなる悪しき夢を見せようというのか。